全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。本をたくさん読んでいる人ほど年収が高い、こんなことを聞いたことありませんか？これを証明する科学的な根拠はありませんが、読書量と年収は比例しているというデータはあります。例えば総務省統計局が全国9000世帯を対象にした家計調査があります。その結果をまとめたのがこちらです。この表をパッと見ても本の購入費と年収とが比例関係にあるのがわかります。また日経新聞が2009年に実施した書籍購入費に関する調査では、年収400万円ゾーンの人は月平均で1914円を本の購入に使っていましたが、その一方年収800万円ゾーンの人は平均で2910円も毎月本に使っていました。また雑誌プレジデントが1002人のビジネスマンを対象にしたアンケートによると、月に4冊以上本を読むのは年収500万円ゾーンが 17% だったのに対し、年収1500万円ゾーンは 34.6% となっていました。これらのデータから考えても、本をたくさん読んでいる人は年収が高くなるというのはあながち間違いではないと思っています。私自身も本をたくさん読んでいて、毎月海外の領書を日本語訳したっていう本が届くサービスにも加入しています。もちろん読書の効果も実感しています。というわけで、私たち全国障害年金パートナーズも会社としてたくさんの本を読むことにします。そのために私をはじめとしたメンバーが購入した書籍については、全て会社負担という制度を作りました。4月からこの制度をスタートしたのですが、私たちのメンバーである山崎さんや小木島さんも早速本を買って読んでくれています。本は人を成長させます。たくさんの本を読んでいき、うつ病の障害年金専門の社労士としても人間としても成長していきたいと思います。すでに障害年金の社労士としては日本一の私たちですが、読書量でも日本一を目指します。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。